皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。この動画では思想の時とかにつるっと使えそうな感じの小ネタフレーズを皆様と一緒に練習してみたいなと思ってるんですけれども、今回はですねエレキギターで4小節でループするちょっと小難しめな単音カッティングなんぞを一緒に練習してみたいなと思っておりますので、よかったら一緒にお付き合いいただけたら幸いでございます。とりあえず練習に入る前にそのフレーズを弾いてみますので、ちょっくら聞いてみてくださいませ。この動画ではこのフレーズを練習します。いきます。ワン、ツこんな感じのタウンカッティングフレーズでございます。やってみるとね意外と難しいんですよこれがまたけどもですね、頑張って乗り越えていただければとてつもなくギターも上手になるし思想フレーズのレパートリーも増えるので、よかったら一緒に練習していただけたら幸いでございます。それでは早速ギター、エレキギターでもアコギでも OK でございます。練習していきましょう。まず4小節あるんですけども1小節ずついきます。で結構繰り返しです。まず1拍目はですね人差し指で5弦の5フレットをダウンピッキングで弾いてください。そうするとこのレーこの音がするでレーと弾いたら薬指でこの7フレットをハンマリングしてください。レー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 、プルッとしましょう。プルプルで、その次、ダウンピッキングで、ツの音を入れます。ツ、ツ。全部の指を軽く弦に触れた状態で、プルツ、プルツ。で、人差し指で4弦の5フレットを弾きます。アップで。プルツペーン、プルツペーン、プルツペーン。この時点で、めっちゃいろんな音鳴るんだけどどういうことこれみたいな感じで、困ってる方いらっしゃるかと思います。そうですよ、ミュートがむちゃくちゃ難しいんですよこれが。またとりあえずその細かいミュートに関してはですね後でまとめて説明させていただきますので、とりあえず出音に関しては気にせずにまずフレーズ手順を覚えていただけたら幸いです。プレツポプレツペプレツペプレツペと言ったらツを2つ入れます。プレツポツッツダウンアップでツツプルツペツツ、プルツペツツ、プルツペツツ。僕がすごい簡単にやってるからなんかちょろいでしょみたいな感じでやってみたら意外とむずいという方結構いらっしゃるかと思います。このミュート、すごく大事なところでございます。難しいんだけどね、習得できればすごく上手になるのでぜひとも、頑張って鍛錬していただけたら嬉しく思います。とりあえず今までのフレーズをプルツペツツと書いてみるとこんな感じですね。プルツペツツで、必ずこのピッキングを守ってください。プルツペツツ、ダウン、ダウンアップ、ダウンアップ、プルツペツツ。これがダウンなどにアップやったりとかするの、これ絶対ダメです。これ必ずこのピッキングの手順は守ってください。必ずです。必ず。プルツペツツ、プルツペツツ。で、このプルツペツツが終わったら、またプルが来ます。プルツペツツ、プル、プルツペツツ、プル、ハンマリング。プルツペツツプルテツツドン、プルツペツツプルプレツペツツプルわけわかんないけどプレツペツツプレツツドン。この6弦の開放をドンといくと、で4小節あるんですけども、ここでツツドーンと入ったら3弦の7フレット5弦のあ2弦の8フレットを弾きます。薬指で3弦の7フレットで小指で2弦の8フレット、これプルツペツツプルツツドンピャーン、これが
1小節目のフレーズです。プレツペツツプレツツドンピャーン、プレツペツツプレツツドンピャーン、プレツペツツプレツツドンピャーン。こんな感じです。で、このフレーズ実はすごい繰り返しでございまして、今1小節目、ここのパターンやってるんですけども、これとこれ全く一緒です。1小節目全く一緒です。で、2に関してもほぼ一緒で、プレツペツツプレツツドンまでは一緒。この後にこの装飾音符って言い方をするんですけども、やってみましょう。プレツペツドンまで割ったら、人差し指で5弦の5フレット、5弦の5フレットで、小指で3弦の7フレット、5フレットと7フレット、これでオクターブというフレーズを弾きます。オクターブで、オクターブを弾いたらすぐに7に行きます。もう5弦の音が、5フレットの音がね、一瞬だけ聞こえるぐらい、もうほぼ入ってないぐらい。これじゃ遅い、これじゃ遅い、こんな感じ。もうピッキングすると同時にドゥルーとずらすと、こんな感じです。で、ツルッとずらしたらスライドでトゥエウトゥエウトゥエウといきます。トゥエウトゥエウ、スライドで元の場所に戻すと、このトゥエウトゥエウトゥエウ、そうですね、言葉で表すとするとトゥトゥエウなんですけど、このエウが基本的にこのメインの音符なんですよ。エウで、このトがおまけなんですわ。トエウトエウ、これだと遅いで、トエウトエウ、これもダメ。そうじゃなくてトエウトエウ、このトがむちゃくちゃトエウトエウ、すごいすぐにこの A になる感じ。トエウ、もう一回やってみると、これこれじゃ遅い、トエウこれじゃ遅い、トエウトエウ、これも違う、トエウも違う、違う、トゥエウトゥエウ。さあ皆様ご一緒にトゥエウ、これが入ります。トルプルツペツツプレツツドン、トゥエウ。こんな感じでございます。どうでしょう。まあなんかいろいろノイズが出て難しいなって感じですよね。まあミュートに関してはちょっと後ほどまたお話をするので、とりあえずフレーズ進めていきましょう。一小節目はプルツペツツプレツツドンピャーン、二小節目に関してはプルツペツツプレツツドントゥエウ、で三小節目はプルツペツツプレツツドンピャーン、で四小節目プルツペツツドンプレツペツツプレツプレツ、ここまでは一緒。プルツペツツペレ、どうしようかな、書こうかな、プルツペツツペレン、書こう、ダディダディルディダド、ダディグディカゴ、こんな感じですね。言ってみましょう。プルツペツツプルまで終わったら、まずツが1個入ります。ツで、アップで5弦の5フレットで、6弦の7フレット6フレットいて、つっている、で人差し指で、こんな感じでダディドデデデまで、好みでここの5から3に関して、ここあのスライドにしてもいいです。このアップがなくなるってことですね。これがスライドでもいいです。スライド、スタディでデー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 ド。こんな感じです。ゆっくり一小節目から順番やってみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー。
んな感じの、フレーズでございます。どうでしょうか、うまくできましたでしょうか。まあ、この動画をねいきなり見始めて早速おできたぞやったーっていう方はちょっと少なめかと思うんですけれども、まあ、うまくできない方はですねちょっと一つ一つ確認しながら一緒にやっていってみましょう。これ以降この動画の今この瞬間のこれ以降に関してはですねできなかった人用の、話なので、できた方はお疲れ様でした、また違うところでお会いしましょう、グッバイ。まずですねこのミュート、これね難しいんですよ。まず最初こういきましょうか。まず一番最初のこの人差し指、まずここがまず実はすげえむずい。というのも実はこの人差し指のこう先っぽでこの5弦の5フレットを押さえて音源をしてるわけじゃないですか。けど人差し指の腹、この先っぽ以外のこのお腹の部分は 1,2,3,4 弦に軽く触れて、全部の弦を弾いてもこの5弦の音、これしか出ないという状況を作ってるんですよ。お腹で 1,2,3,4 弦の音を弾いてます。で5弦の音は先っぽで音源をしてます。でこの人差し指のむちゃくちゃ先っぽで6弦を軽く触れてると、でこの状態がうまく作れれば全部の弦を弾いてもこのデーン以外出ないんですよ。これがうまくできないとこんな感じで回復が鳴っちゃったりとか他の音が鳴っちゃったりとかするんですけども、この人差し指でミュートの状態を作るのがこのフレーズの場合はむちゃくちゃに難しいです。これができないよという方結構多いと思うんですけども、これねカッティングのね超基本のフォームだったりとかするので、ぜひともこの機会にですね乗り越えて覚えていただけたらすごく嬉しいなと思うところでございます。で人差し指が来ました。でその次薬指でハンマリングします。これはまあいいですよね。でこの後にツ、このツもねつい7フレットが連続して入っちゃったりとか、もしくは違うところを押さえちゃったりとかするパターンすごいたくさんあるんですけども、しっかりこうツの音、これ実音という言い方するんですけども、このねこういう音がこういうのとかこういうのとかこういうのとか鳴らずにツッツッ、歯切れのようにツの音を目指しましょう。でアップでこの5を弾く、これをまた難しいんだ。ついこの中指が6弦を押さえちゃってなっちゃったりとか、人差し指がお腹のところで3弦所に押さえちゃったりとか、なんかいろいろこうにぎやかになってしまいがちなんですよ。しかし鳴らす音は一つだけ、いろんなピッキング、いろんな弦ピッキングするんだけども鳴らす音に関してはここだけ、難しいって感じですよね。これをですね頑張って乗り越えるんですよ。エレキギターってこんな地味なのって思うかもしれないじゃないですか。地味なんですよ。いや本当に、いや地味だなって感じしますね。全然派手じゃねえやみたいな、すごいコツ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 地味なこと繰り返すじゃねえかみたいな感じで、ちょっと嫌気がさす時もあるんですけどね、上手にできるようになるとです、上手にできるようになるとですね、なかなかこの爽快感が溢れてくると思いますので、その瞬間を夢見てですね、一緒に練習していただけたらすごく嬉しいところでございます。で、続き、タッチです。まあ、この6弦はまあいいっすよね。他の弦を軽く触れた状態にして、全部の弦を弾いても6弦の音しか出ない、この状態を作る。でその次この8、7に関しては小指薬指でこの音源をするんですけども、この時に薬指小指は音源してます。でこの使ってない人差し指中指に関しては全部の弦を軽く触れて、これもしっかりこのミュートしたいんですよね。これを悪くやるとこういうのとか、このあっさりとピャーンと音が飛び出す、こんな状況を目指していただけたらすごく嬉しいんです。もう一回やってみましょう。ゆっくり、人差し指のフォームに気をつけて、あ、こんな、こんな感じの、フレーズでございます。いかがでしょうか。
まあ、もっとね、細かいこと言えばですね、ミュートの仕方とかもっともっと細かいことたくさん言えるんですけども、とりあえずまあざっくり説明させていただきますと、こんな感じでございます。いかがだったでしょうか。あとはね、ちょっと、そんなすぐにはできずですね、本当にもうコツ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 毎日練習を積み重ねることが大事っていう話になってきてしまうので、あとはまあ頑張って練習してくださいという感じになってしまうんですけれども、いつかできますので、必ずできますので、ぜひその日を夢見てですね、コツコツ毎日続けていただけたらすごく嬉しく思います。はい。とりあえずまあフレーズ本編に関しては以上でございますけども、いかがだったでしょうか。もし皆様の方で何かご質問、何かご感想、リクエストありましたらですね、お気軽にバシッとコメント残していただけたらすごく嬉しく思います。はい。それではこんな感じで今回の動画をさせていただきましょう。最後にちょっとお知らせでございます。練習しながらちょっと私の話を聞いていただけたらすごく嬉しく思います。私、滝沢勝成、今ですね、神奈川県は相模原市というところにですね、歌いストカフェという店舗を持ちまして、そこでこのマンツーマンギターレッスンなんかをさせていただいております。スカイプのオンラインレッスンとかもやってますので、もしこういうフレーズね、もうちょっと細かく教えてほしいんだよな、もうちょっと確認したことがあるんだよな、そんなことを思っていただけるようでしたら、ぜひ概要欄の方からレッスンの申し込み、していただけたらすごく嬉しく思います。で、すっごい昔の過去の産物なんですけれども、もう11年前ですって、2012年1月5日制作。ちょっと私の10年以上前のあの頑張りがですね、ここにありまして、こういったカッティングを上手になろうじゃねえかーみたいな趣旨のカッティングギター基礎 DVD ババーン、テキスト CD、DVD、そしておまけのピック2枚、こんなのもあったりとかします。こちらのテキストはですね、まあ練習フレーズが10個ぐらいバーっとあって、まあ簡単なところからフォームを確認しながら、ミュートの確認をしながら、習得をしながら難しいフレーズにどんどんとレベルアップしていこうみたいな感じを指針になっております。ますので、もし興味がありましたら概要欄の方からお申し込みいただけたらすごく嬉しいなというところでございました。なんかさっき掃除してたらなんかいっぱい出てきたので、よかったらご検討いただけたら、すごく嬉しく思います。そんな感じでございましょうか。あとはまあね、ちょっと申し込みいただけるようでしたら、あの私が使っているこの滝沢ピックとてつもなくおすすめですので、これを使うと 1.5 倍ギターが上手くなるかもしれないというですね、噂が込められているピックでございます。こちらの方もぜひ、ついでにお求めいただけたら幸いでございます。そんな感じで、最後にお知らせをさせていただきましたが、何卒よろしくお願いしますというところです。それでは、あとはフレーズの方は頑張って練習していただけたら幸いです。また違う動画をいたしましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら、グッバイ。じゃあね。